生成されたパーム油パーム油は油やしの果実から得られる植物油である。通常、ギニア油やしから得られる。飽和脂肪酸が多くその内訳はパルミチン酸が最も多く、次に一家不飽和脂肪酸のオレイン酸に富み、およそ8割をこの2つの脂肪酸で占める。同じ油やしから得られるものとしてパーム核油がある。パーム油が果肉から得られるのに対し、 パーム核油は種子から得られるもので、素性も性質も異なる。食用油とするほか、マーガリン、ショートニング、石鹸の原料として利用される。近年ではバイオディーゼルエンジンや火力発電の燃料としても利用されている。2009年時点で世界で最も生産されている植物油である。オレンジ色をした常温では固体の油脂で独特の方向と甘みを持つ。 主な成分はパルミチン酸約50%オレイン酸約45%リノール酸約10%でその他ステアリン酸約5%ミリスチン酸約1%が含まれている常温で答えであるのは飽和脂肪酸であるパルミチン酸を多く含むためで素性全体としては牛脂に近いパーム油のオレンジ色はベータカロテンに由来し 未生成のパーム油には、ベータカロテンが豊富に含まれるが、生成段階で失われ、色が単行色になる。ただし、食用パーム油として製造されるものは、ベータカロテンを残すようにすることが多い。これを、特に、レッドパーム油と呼ぶことがある。油ヤシオレイスギニーンススは、油ヤシイギニーンススは、東アフリカのジャングルに危険があると考えられており、パーム油は、 ファラオの時代のエジプトで使われていたとされる。西アフリカのアブラヤシーギニーンススについては、ポルトガル人が15世紀にブラジルなどの熱帯諸国に導入したが、幸いについては1848年にオランダ人がインドネシアに種を持ち込んだことに起源があり、その後シンガポール、マレーシアへと持ち込まれた。1965年には、 ロンドンでパーム油に関する国際会議が開催され、イギリスが熱帯作物の研究成果を普及するもので、イギリス人を除くと、当時の最大生産国ナイジェリアの参加者が多かった。しかし、ナイジェリアの内戦により、生産量は低下し、アフリカのパーム油が国際市場に登場することはなかった。1960年代には、マレーシアのゴム農園が、 油やし農園に転換し始め、1966年にはナイジェリアを上回る最大生産国となり、1980年代にはアメリカの応金産業と相対することになる。主にポテトチップスの揚げ油として、アメリカでの輸入量は1965年には約3000トンほどだったものが、1975年には約44万トンとなり、マクドナルドといった ファーストフード店でも使われ始める。1980年代には、アメリカ心臓病予防協会も、動物性脂肪や、パーム油、パーム角油、ヤシ油をまとめる、熱帯油の言葉によって、これらに含まれる、飽和脂肪酸が心臓病のリスクを高めると呼びかけたが、1989年には、黄檎由来マーガリンは、水素の添加によって、 同様にリスクを高めるトランス脂肪酸が多いことが明らかになっていくまで1980年代にはアメリカでのパーム油の使用量は一時的に下落していた。健康の面と風味や効果の点から以下のいずれかの選択肢が生じ動物性脂肪、トランス脂肪酸を含む植物油が由来のマーガリン、パーム油、そして欧州の一部で トランス脂肪酸の使用禁止が法律化されると、パーム油の使用が増大してきた。農業の持続可能性の考えが一般的になると、2004年に持続可能なパーム油のための円卓会議が開催され、森林保護と人権の問題が提起された。2013年に欧州パーム油同盟が組織され、また2020年に向けて欧州の食品チェーン全体に持続可能な パーム油が100%になるよう求めるアムステルダム宣言が2015年になされ、署名国にはイギリス、イタリア、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、オランダなどが含まれる。2016年には欧州で使われていた持続可能なパーム油は69%であった。生成前の赤みがかったパーム油はアルファカロテン、ベータカロテンやビタミン E に富む。 油やしの果実には30から35%の脂肪分が含まれる。インスタント食品やスナック菓子、一部の潜在成分などに広く用いられている。食品では、飽和脂肪酸の多さから、パーム油の融点が37度前後であるため、口にすると溶けるという点で、独特の食感をもたらす。熱帯、亜熱帯地方では広く料理に使われる。特に、 油ヤシの原産地である西アフリカの森林地帯では、料理に、色と独特の風味を与えるために古くから、食文化体系の中で不可欠とされる食材であり、アフリカの食文化を奴隷貿易を通して需要した、ブラジルでは、アゼーテデレンデと呼ばれ、北部と北東部の料理には欠かせないものとされている。その他、タイ料理など、東南アジアの料理などで使われる。加工食品では、 揚げ物や水素化したショートニングの代用として使われる。動物性脂肪に豊富な飽和脂肪酸は健康に対する悪影響が広く言われており、同様に飽和脂肪酸の多いパーム油についても研究されてきているが、その影響については明確な結論が出ておらず、動物性脂肪より悪影響が弱い、影響なしといった様々な結果が見られている。パーム油はリドカイン。 テストステロンの経費吸収のための薬物送達に利用可能である。パーム油の原料であるギニア油やしの生産地は主にインドネシアとマレーシアである。これらの国の生産現場では無秩序な開発と劣悪な労働環境が横行するようになったため、2013年9月11日、スポによってパーム油の認証制度が設立されている。特に、 温暖化ガスである二酸化炭素を吸収する熱帯ウリニや CO2 を地中に止めているデータン湿地を破壊して造成したプランテーションで採取したパーム油を使う火力発電を再生可能エネルギーとみなすことには批判がある。真相真相、バイオマス発電を信号、燃料調達難で大半稼働できない恐れ、パーム油使用、乱開発助長も 日本経済新聞長官2018年4月17日、植物油の生産から消費まで、世界の植物油生産データは2004から2011年の、ISTA ミルッキー社、オイルワールド市、15,710の化学商品、化学工業日報社、2010年、1380ページ。チアビアンドレアスケンモン、マグエリテ・ホーティンス、ムゲファク、セラフィン、 エトール、ザ・インペリック・ユーズ・オブ・パーム・カーネル・オイル・イン・ニオ・ネイトル、スキンケア、ジャスティファイアブル・オア・ノット。チャイニーズ・ジャーナル・オブ・インタグレイティブ・メディシン17 9、9 5百954、ドイ、10.1007、S1165501109381、プミド22139548、AB、コリナ・スーン・ドラム、ラビゴ・ t v 三番・ソムールテ、 ユーはイタン、パームフルーツケミストリーヌートリション。アジアパシフィック・ジャーナル・オブ・クリニカル・ヌートリション12、355、362、プミド1450万6001、ABCDE ・岡本正明、もう一つの油戦争、不健康なパーム油という原説、その対抗原説の誕生と発展、東南アジア研究第55巻、第2号、 2018年217から239ページ、土井10.20495、濁 10. 55.2217。55. ABCDFG e ジステロ、エヴァガイジャロ、ルイス・サンチェス、ムニーズ、フランシスコ・ J、エトール、パームオイル、オンザ・エッジ、ニュートリエンツ11、2008、土井10.3390。10. 入選109万2008 5, 38,、プミド3145万4938、https コロンスラッシュスラッシュ w w w m d p i c o m スラッシュ2072-6643スラッシュ11スラッシュ9スラッシュ2008スラッシュ htm、USDA ナショナルニュートリアントデータベースハット、コンディア・ホーダリ、SN ・ノーダン、モハメット・イブラヒムちゃん、ルーシー、 エトール、インビトロインビボエバリュエーションオブニュートピカル、アナステティッククリームフォーミオレイテッド、ウィズパームオイルベース。カレントドラッグデリバリー14、ドイ、10.2174、一兆5672外181系3666兆1 6百8億111万3302、プミド2748万118、ディディールウンディモーハマド・ハロン、ゾンディー地区、 モハメット・イーブラム・ノーダン、ザフリン、モハメット・インビトロインビボエヴァュエーションオブ、エーノベルテストステロン・トランズ・ダーモル、デリバリー・システム・ユージング・パーム・オイル・ベース。イラニアン・ジャーナル・オブ・ベーシック・メディカル・サイエンシズ18-1167 千百七十五 PMC 四百七十四万四千三百五十五プミド二千六百八十七万七千八百四十五 HTTPS//www.ncbi.nlm.nih.gov/PMC/articles/PMC 4 7 4 4 3 5 5開催報告企業向け森林セミナー パーム油と森林破壊。WWF2018 年4月8日閲覧。1から教えて、想定外のパーム油発電拡大、再生エネ買い取り対象 CO2 削減に逆行も、毎日新聞長官2018年2月21日2019年4月11日、閲覧。ありがとうございます。